藤原さんのスキンケア事情を教えてください。そうですね、まあ僕結構ジブロなんで、あんまりこう分かりにくいと思うんですけど、結構努力してて。何やってるんですか？風呂上がり、まず風呂上がりに絶対なんか聞いたのは30秒以内に化粧水しないとダメで、上がって吹いた瞬間化粧水マスクで、でやってで乳液して、でニキビできてる時はニキビのつゆで、その後、まあこれはスキンケアじゃないですけど、ちゃんと部屋、まあ、髪の毛ちょっと傷んでるんでヘアオイルをして、頭皮マッサージして、でこうその後にドライヤーした後にこうちょっとリファのビガンローラー持ってるんで、それで。藤原さんの肌どうですか？かっこいい。肌かっこいいって何？いや、肌からかっこよくいきましょう。いけてるっす。はい、やっぱあの見られる職業なんで、しっかりこう外外見もしっかり気にしてます。いきます。どうですか、お二人はスキンケア？え、でもみんな知ってるでしょ。知らないです。何もしてない。知らないです。すいません。それに比べて藤原さんはしてこれなんで。さすがです。かっこいいです。かっこいいです。イケてるです。全部使ってほしい。決めポーズとか、はい。決めポーズ。今年入らしたいですけど、ポーズ。いいですか。いいよ。俺らの中で流行ってるだけやん。泉くんはなんかスキンケアで心がけてることとか、なんかこだわりとかある？乾燥肌なんで、あ、うん、保湿はしっかりしようとします、うん、あ、保湿、じゃあ結構化粧液とか乳液とこだわってる？めっちゃこだわってるわけじゃないですけど、まあなんかシミとかそばかすとか、うん、そういうのは対策していきたいと思ってるんで、 あとニキビ跡とか、なんか長年使ってる、なんか長年っていうのは結構いろいろ変えたりけど、よくまあ親が美容関係、あ、そうなんだ、うん、そういうなんかやってもらったりとか、うん、そんな感じ、アドバイスもらいながら、はい、他なんかやってる乳液って衝撃以外、結構選手そこでストップっていう人多かったんだけど、いや自分の場合はなんか美顔器使ったりとか、お、うん、その超音波使ったりとか、まあ週に1回程度なんですけど、まあ、そのなんか導入するのに大事なその美顔器みたいなのを使ったりとかして、そうですね。じゃあ結構夜の時間じっくり肌とかケアする時間、そうですね、お風呂入ってる時はパックして、おお、すごい、お風呂用のパックがあるんですけど、うん、そのお風呂のパックして、で汗が出てる時にその毛穴に浸透させるみたいな。おお、結構多分一番選手の中でこだわりじゃんじゃあ今年泉くんのピッチングじゃもだけど肌にも注目ですか？いやでも去年全然スキンケアやってなかったんで、あ、じゃあ今年から、今年もうなんか去年めっちゃ荒れたんですよ、うん、肌が、あ、でそれで今年はもうそっちも力入れてる、はい、じゃあツヤツヤの状態であのドラフト会議迎えられるように、はい、ありがとう、はい、ありがとうございます。